2024年3月31日、長年ラジオなどで活躍していた小森まなみが、この日限りでのマイクオフを表明、事実上引退することになりました。長年のリスナーであったうぷ主として、このチャンネルで何かできないか考えた結果、これまでの思い出のイベント会場巡りをすることにしました。まず訪れたのは名鉄山王駅。かつての名前は名古屋球場前駅でした。それでは駅を出て会場に向かいます。ちなみに駅を出てから会場までの経路も一部撮影していますが、これは会場に着くまでのワクワク感を再現するためです。自分が初めて参加したイベントの会場が名古屋球場でした。会場到着。現在では中日ドラゴンズの本拠地がバンテリンドームに移転したため規模を縮小。敷地には中日の選手寮などが建てられています。当日は事前に丸×クイズが出されて、丸なら一塁側、×なら三塁側に分けられ、結果は×でした。自分は×を選んで見事に正解。その後も勝ち進んでグラウンドに降りることもできましたが、途中敗退となりました。問題。ミンキーヤスは今回のイベントでセーラームーンのコスプレをする。正解はタキシード仮面のコスプレをしたので×でした。本日は中日ドラゴンズ対ハヤテベンチャーズの試合が行われています。球場の周りを歩いていたらスコアボードが見えました。それでは次の会場に行きましょう。次に訪れたのは地下鉄名高線の終点、名古屋港駅。1993年12月に名古屋港湾会館でイベントがあったのですが、自分が記憶していた会場と場所が違う。どうやら移転したみたいで、建物も結構新しいですね。こちらは JR 中央線鶴舞駅。鶴舞公園の中を進みます。
この公園に隣接して過去にイベントが開催された愛知県勤労会館がありましたが、すでに閉鎖されました。同じく過去にイベントが開催された地下鉄池下駅最寄りの愛知厚生年金会館もすでに閉鎖されています。この閉鎖された2つに関しては今回の訪問対象から外しました。1994年をはじめ何度かイベントが行われた名古屋市公会堂。初めて行ったイベントは2回あって、1回目に参加したのですが、2回目で空席があるとのことで入れてもらった思い出。無料招待制のイベントならではのエピソードでしたが、後年は有料のチケット制となっています。それでは次に行きましょう。 JR 東海道線笠寺駅に来ました。ラジコミ史上最大規模のイベントとなった虹を追いかけての会場となった名古屋市総合体育館レインボーホール。現在はネーミングライツにより日本外資スポーツプラザ日本外資ホールとなっています。この1週間前にボクシングの辰吉丈一郎対薬師寺康江の試合をここでやっていました。このイベントは冷凍食品メーカーがスポンサーについていて、指定の冷凍食品のパッケージのバーコードを切り取ってハガキに貼って番組宛に送ると招待券が送られてきました。
そういえばこのイベントは後にビデオ化されたので、目を皿にして映像を探したけど自分映ってなかったな。次の会場に行きましょう。地下鉄名鉄線日比野駅に来ました。名古屋国際会議場に来ました。某吹奏楽アニメで見たことある光景。吹奏楽コンクールの全国大会の会場がここなんですね。このホールの中でゲームのイベントついでに行われたと記憶しています。次の会場に行きましょう。地下鉄名城線矢場町駅に来ました。黄色い電柱の内側へお待ちください。2番線に栄大曽根方面名城線右回りが来ます。 Please wait behind the yellow guidance tiles. A train is arriving.ボールがあったのは向かって左側の建物だったと思います。難病の子供を支援しようとしてたのですが、イベントの直前に亡くなってしまい、イベントの最初に黙祷してたのを覚えています。次の会場に移動しましょう。地下鉄名城線東別院駅に来ました。
駅の目の前にはメーテレこと名古屋テレビがあります。そのまま直進してメーテレの横を通ると会場はすぐです。この年はこのイベントの前日に名古屋城夏祭りもあって2日連続のイベントとなりました。しかもこの当日はその名古屋城夏祭りで別の番組のイベントがあって、なんとイベントのはしごをしました。それでは次の会場です。乗って間もなく会場の駅です。愛・地球博記念公園駅、万博当時は万博会場駅でした。モリコロパークに入ります。近年はジブリパークができて訪れる人も増えてるようです。リゾートキッコロ、会場の中を一周していたグローバルループは一部が残されています。万博期間中は多くの来場者がここを歩いていましたが、現在は閑散としています。イベントを行いましたエキスポドーム跡地の野球場が見えてきました。
グローバルループはここまでです。万博当時の施設の跡地を示す表示板があります。どうやらエキスポドームは3面ある野球場の一番奥だったようです。一番奥のグラウンドに来ました。やっぱりというか当時の面影はありません。手前がステージで、奥に観客席があり、ステージが掘り下げられていたので埋め立てられたと思われます。次の会場に移動。地下鉄名城線名古屋城駅、最近まで市役所駅でした。今日はマラソン大会が行われています。名古屋城に向かいましょう。イベントの整理券を求めるため、ここに早朝から長蛇の列ができていました。炎天下の中、この辺りで座って待機してたのを思い出します。ただ後年はイベント参加者は減っていて、ある年コミケ会場から東京駅に行き、新幹線に乗って大急ぎで名古屋に戻り、夕方着いたのに席に座れて複雑な心境になりました。名古屋城の中に入りました。
現在天守閣の中には入れません。かつてイベントが開催されていた深い丸ステージのあった広場。正面にステージがありました。後年イベントが行われた二の丸ステージのあった広場です。ステージの向きは記憶にありません。なんせイベントは撮影禁止だったので手元に写真がないのです。深い丸とは違ってどちら向きでもステージできそうな環境ですし、次がラスト。地下鉄名城線栄駅。やり込み終了後の2019年にオアシス21で開催された東海ラジオのイベントのステージにまみちゃん、やすさんが登場。ステージで歌うことはなかったものの、これが名古屋で開催された最後のイベントとなりました。そしてこのイベントのステージ出演後、まみちゃん、やすさんは東海ラジオ本社に移動して、ここからラディコミ復活特番の生放送を行いました。ステージを観覧したリスナーの多くは手前の公園に集結して生放送を聞いていました。名古屋市内と旧万博会場を今回巡ってきましたが、会場の前に立つと当時ワクワクしながら入ったことが思い出されます。アニメでよく主人公が思い出の場所に行くと一瞬主人公の目の前に昔の光景が出てくる場面あるけど、あんな感じに近いでしょうか。最後はありがとうとかお疲れ様とかではなく、ラディコミ最後のあの挨拶で締めてから続いて、いつもの当チャンネル独自の締めといきましょう。
イッチニーのバッハハイ。おしまい。